農業社会は土地が資源。工業社会は石油。情報社会は情報が資源。だけど、これからはデータ、うん。土地や石油を求めて国家は戦争を繰り返しました。だけど、データは企業が握ってます。その覇者、ガファー 波の国家と企業の立ち位置はもう同列になったんですね。戦争をしないで権力を変えたっていう静かな大革命だと思います。 とはいえ、訓練するのは難しいです。データを持てるものはデータに泣きます。2018年の春、Facebook から8700万人の個人情報が流れ出して、情報が政治工作に使われたっていう疑惑も浮上して、ザッカバーグ CEO はアメリカの議会で謝罪をしました。Google も個人情報の大量流出が判明をして、ピチャイ CEO が叩かれました。 国家は進めます。2018年 EU は、まあ、厳格な情報管理を求める一般データ保護規則 GDPR を施行。日本もこれを参考に個人情報保護法を改正して利用者の権利を強めるという方針です。EU、ヨーロッパは Google を3回にわたって競争法の違反で摘発して制裁金は1兆円に及びます。日本政府も GAFA に対して独占,禁止独占禁止法、独禁法を適用する方針です。 税金も使われます。フランスは Google ググなどにデジタル課税、税金ですね、それを適用すると言っています。イギリスも IT 企業の売上高の2%に課税をするという方針。それがいろんな国に広がる動きもあって、G20 と OECD は国際課税ルールの見直しっていうのを始めました。アメリカ政府は中国のファーウェイという会社の機器を使うなって同盟諸国に要請をして、これに対してファーウェイ、中国側はアメリカ政府を訴えています。 安全保障やセキュリティ対策のみならず、貿易戦争の様相もこれ見え隠れしているわけです。データ主導社会もデータがとっても大事になる社会っていうのが来ました。EU、ヨーロッパが GAFA に対抗策を講ずるっていうのも、アメリカと中国が貿易戦争でせめぎ合っているのも、みんなこうデータを囲い込む企業や国家の主導権争いなんです。土地や資源を求めて、人類は戦争を繰り返して、 国連などの平和機構も作って、収める努力ってを続けてきたわけですが、企業の競争の時代となって、サービスやお金を、その行き来をめぐって、国際間での競争ルールっていうのも作ってきました。で、次はデータの攻防ですね。そのルールっていうのはまだできていないわけです。国家とガファ。君たちがいて僕がいる。え、Google の元 CEO、エリック・シュミット。 さんが書いた第5の権力によると、10年以内にネット人口は地上の人口を超える。市民はネット空間の自分の情報をコントロールできなくなるって言います。どの国もネットの技術や利用を規制して監視を強化します。インターネットは国ごとのバラバラなネットワークの寄せ集めとなる。 ニコメレって書いた、人が書いたビッグの主演って本は、これ逆のことを言ってるんです。個人がネットで接続することで、伝統的な組織、権力っていう大きいものが崩れる。政府、政党、軍隊、大企業、マスメディア、ハリウッド、大学、こういう大きいものがネットでつながった個人に覆される。パワーシフトですね。パンクであります。 どっちに進むんでしょうね強い権力。国家やガファが強くなっていくのかあるいは僕ら個人が繋がって強くなっていくのかそしてそれはどっちがいいんでしょう